西日本最大の都市大阪。かつてここは水と大阪と呼ばれていました。人々の生活やにぎわいが水と共にあったからです。現在大阪ではサステナブルな都市運営をしていく上で配慮すべき課題が増加、水インフラの再構築も課題の一つでした。都市が抱える制約の中で水環境を維持向上させ、水辺の生活を活気あるにぎやかな場へと再生することができるか、世界の都市にも関わる大阪の挑戦に久保田ができることがありました。大阪の下水道は古くは江戸時代以前、大阪城築城に合わせて太閤秀吉の下水の時期まで遡ることができます。ご案の目に町割りをし、で町づくりに合わせてですね、まあ、運河なんかも整備され、その水運を利用した物流システムっていうのは組み上がって、よく言われる天下の台所という形で経済商業の中心として栄えてきました。大阪市はまあ水の都と言われてますけれども、今でも地域の 10%、 実はまあ1割ぐらいが水面で占められています。それがまして川の汚染ですとか海域汚染されることっていうのは、生活環境が悪くなるっていうことだけではなくて、町の価値そのものが下がってしまうということになります。水とともにまあ発展してきた大阪市ですので、水環境を維持向上していくっていうことがとりわけ重要ですし、その中で下水道の果たす役割っていうのは非常に大きいものと考えております。高度経済成長期の中で、まあ、発展していく町と反比例するような形で河川の水質っていうのは非常に悪くなった時期がございました。急速に整備を進めてきたわけですけども、昭和57年には今あります全12箇所の下水処理場で河川汚泥による処理が開始することができ、昭和59年には実は下水道の人口普及率は 99% ということで、ほぼ外生をしていた状況になります。下水道の整備により河川の水質は大きく改善し、川沿いを散歩し、観光のための船が行き交うまでになりました。しかし、早から下水道整備を進めてきたことで施設の老朽化が顕在化しており、処理場においては設備を中心に改築更新にこれまで取り組んできております。大阪ってほとんどが都市部なんですよ。ほぼほぼ都市部になってて、結果として土地がほとんど昔からない狭いっていうのもあって、狭いところで何とか工夫してっていうのが多分先人の方がいろいろ考えられてきたことじゃないかなと思います。今回ここで採用させていただいたのは MBR ってやっぱりそういうもの、もともとある箱をどう活用して箱そのものを増やさないといけないんですけど、見ていただいて分かるように箱作るとこの土地ないんで、結局ある箱の中でもっといいもの、もっと効率の上がるものをやろうとしたらどうなるのっていう結果の一つが、やっぱり今回の幕張活性汚泥処理 MBR みたいなものになるんじゃないかと思います。ここ中浜下水処理場は全面的な設備の更新が必要とされていましたが、住宅密集地にあること、それから限られたスペースの中でより高度な処理と環境負荷の低減を両立することが必要でした。そこで私たちが注目したのが膜分離活性汚泥処理技術でした。 MBR というのは特殊な膜を使うことでより効率的に下水処理を行う技術です。従来使われていた最終沈殿池も不要となるので、より小さな面積で多くの水処理が可能となります。さらに今回採用した MBR は電気使用量の低減にもつながり、ランニングコストに加え処理に関わる CO2 排出量削減の観点からも私たちが求めていた技術でした。大阪市では水の都大阪を代表する道頓堀川の水質を改善するためにさまざまな取り組みを行っています。これまでも潮の満ち引きを利用した水門操作によってきれいな水を優先的に取り込む運転をしたり、川の底にたまった泥を取り除いたりしています。また強い雨が降った時でも下水が川に流れ出ないようにするため大きな貯留管を建設しました。こうした取り組みに加え、今回中浜下水処理場の MBR 処理水を道頓堀川に送水することでさらなる水質改善が図れるものと期待しています。今までは人間の便利性だけを追求してきたんですけども、持続的な都市環境を生み出すためには地球への環境負荷を下げるような形でのインフラの構築っていうのは重要になってくるかと思います。
そのためには今までと違うような大きな価値観の転換、ビッグシフトが求められています。省エネ省資源で、低炭素、それから物質を循環させるというような機能、その上で低コストであるということが重要になってくるかと思います。水処理に限って考えると、これから水を水として捉えるんではなくって、水の中に含まれている物質だとかエネルギー、そういうものも循環させて同時に水を再生するという、そういうことが重要な時代になってきているんだろうと思います。でその中で MBR というのは、とにかく水質をですね、いろんな形で制御できるっていう特徴を持っているので、水だけじゃなくって水に関わる全てのものを循環させる中での一つの重要なパーツになってくるんではないかと考えます。MBR は下水処理場のみならず、商業施設などでも導入され、汚水を再生水として利用する役割も果たしています。アベノハルカスは日本一の高さの300メートルの超高層複合ビルとして2014年の3月にオープンしました。環境への配慮を最優先に考えてました。さまざまな再生可能エネルギーなどを取り入れることで約 30% の CO2 の削減を達成しています。省エネルギーを考える上で節水は非常に重要な課題でした。今回はホテルの客室の排水を再利用して、百貨店のトイレの洗浄水などに活用して、全水使用量の約 30% を節約しています。やっぱ百貨店のトイレというのは非常にお客様が多い、10万人ぐらい平均いらっしゃいますので、やっぱりその百貨店で全部水が使える、そういうやっぱり需要があるところにこの再生水が使えるという非常にありがたい仕組みになっています。はい、再生水を使用することでコスト面にも非常にメリットがございます。液中膜により排水の再利用による節水効果で、今後ますます深刻化する水資源問題の解決に役立つものと考えています。水インフラはただ水をきれいにすることだけではなく、さまざまな面で環境への負荷を低減するということも考える時代に大きくシフトしてきています。今までのインフラを変えていくパーツとしての下水に入ってくる MBR と、民間が活用するような MBR、 それの両方がこうコンビネーションですね、両方が組み合わさることで、非常に面白い代謝が出来上がる、今までできなかったようなことができるシステムなんですよね。MBR のような新しい技術を取り入れることで、水を通じてサステナブルな社会の構築に貢献することを期待しています。大阪が世界の主要都市のロールモデルになる可能性は十分にあるものと思います。久保田の MBR は都市開発の課題や制約に寄り添いながら、水をきれいにすることに挑戦し続けてきた久保田ならではの技術といえます。これからの持続可能な社会の支えとなっていくことでしょう。大阪から世界へ、壁があるだから行く。